肝炎ウイルス検診についてお知らせします。 B 型肝炎ウイルス、 C 型肝炎ウイルスは血液や体液を介して感染し、肝臓の細胞を壊すウイルスです。しかし感染してもあまり症状は現れず、感染に気づかないことがほとんどです。感染したまま治療せずに放置していると肝硬変や肝臓がんに進行する恐れがあります。そのため検診による早期発見と早期治療が大切です。 B 型・ C 型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは問診と血液検査で調べます。検査は特定健康診査などの採血と同時に受けることもできます。検診の対象者は40歳以上の方で、肝炎ウイルス検査を受けたことがない方です。過去に B 型肝炎ウイルス検査または C 型肝炎ウイルス検査のどちらか一方のみを検査したことのある方は、検査していない方の検査が受診できます。ただし定期的に肝機能検査を受けている方や肝臓疾患治療中の方、過去に治療していた方を除きます。検診実施期間は令和6年9月30日までです。検診料金は無料で、市内の指定医療機関にて受診できます。詳細は大人の健康カレンダーでご確認ください。今年度40歳、50歳、60歳になる方には受診票を送付しました。受診票が届かない方で検診を希望される方は指定医療機関へお申し込みください。以上、保健センターから肝炎ウイルス検診のお知らせでした。